はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。最近ですね、動画投稿と派遣バイトの両立を行っておりまして、まあ、1日間隔で休みを入れているわけなんですね。まあ、今日は休みなんですけども、昨日バイトがあって、明日がまたバイトっていう感じで、1日休み1日休みっていう感じで間隔を空けてバイトしてるんですけども、まあ、その上ね、この YouTube のねやつもやっているのでね、結構両立が大変と言いますかね。まあね、頑張ればねいけるんですけどね、ちょっとハードなね生活を送っているわけなんですけども、8月は2日に1本間隔で動画を上げられたらなって思うのでね、ぜひね皆さん僕の動画をね見て応援していただけたらなって思いますね。まだ見ていない動画がありましたらね、過去動画の方もご覧いただけたらなって思いますね。もうこれまでね何百本とのね動画を出してきたのでね、まあ、いろんなね面白い動画とかがあるんじゃねえかなと思うのでね、ぜひね過去動画もご覧いただけたらなと思います。というわけで本題、今回は先端でノックするシャープペンシルというわけでやっていこうかなと思います。では見ていきましょう。じゃじゃん。今回紹介するのは最近発売されたサンスター文具のシャープペンシルとなります。こちらはサンスター文具のトプル S というシャープペンシルとなります。こちらは最近発売された新作のシャープペンシルとなっていて、面白い機能が搭載されているのでね、購入してまいりました。僕毎回バイト車で行っているんですけども、その前にちょっと近くのショッピングセンターによって文房具屋さんで買ったやつなんですけどもね、結構面白いシャーペンだなと思ってね、今回は紹介していこうかなと思います。というわけで今回はサンスター文具のトプル S を紹介します。では見ていきましょう。はい、というわけで今回紹介するのはサンスター文具のトプル S。 早速基本データの方から見ていこうと思います。発売日は2023年の7月28日頃発売となります。最初は7月初旬に発売する予定だったらしいんですけども、延期となってしまって、この、ね、7月後半の発売となりました。お値段は360円プラス消費税となっていて、こちらシャープペンシルのみとなります。発売される前はボールペンの計画もあったらしいんですけども、頓挫してしまったらしいんですよね。多分ね、もしかしたらその後に出るかもしれないんですけどね、今のところない感じとなっています。そして芯形は 0.5 のみとなっていて、カラーラインナップはブラック、ネイビー、レッド、ホワイト、ブルー、ベージュ、ミント、バイオレットのカラーラインナップとなっています。基本的なカラーリングとくすみ調のカラーリングがあるといった感じですね。今回購入したのはネイビーとなります。サイズ感なんですけども、全長が約 14.9 センチ、太さが約 1.18 センチ、重量は約 10g となっています。というわけでね、こちらのサンスター文具のトプル S なんですけども、なんと面白いノック方法が搭載されているシャープペンシルなんですよね。まあ、こちらは後ほど紹介するんですけども、普通のシャープペンシルって例えばドクターグリップを用意してみたわけなんですけども、ノックしたりとか振って芯を出すフレフレ機構、振ると芯が出てくるっていう機構であったり、こちらがペンテルのテクニクリックってさんですけども、サイドノック式というね、このグリップのちょっと上ら辺のとこにノックボタンがあって、ここを押すと芯が出るよっていう機構であったり、こちら廃盤となってしまったんですけども、トンボ鉛筆のオルノなんですけども、これは折って芯を出すボディノック式っていう機構が搭載されていたりっていうのがあるんですけども、まあ、それとはね全然違う新しいノック方法が搭載されたシャープペンシルとなっているんですよね。まあ、そんなね魅力的なシャープペンなんですけどね、まず最初にねデザインの方から見ていこうかなと思います。デザインはこんな感じですね。至ってシンプルなんじゃないかなと思います。軸には ABS 樹脂が使われていて、結構軽量なボディですね。値段が値段なのでチープ感があるんですけども、表面に関してはねこんな感じでちょっとマットな質感となっていて、落ち着いた印象なんじゃないかなと思います。今回チョイスしたカラーがネイビーということでね、少し大人っぽい雰囲気でもあるんじゃないかなって思いますね。上部にはトプル S とねこんな感じで印刷されていて、こちらがクリップですね。クリップはねこんな感じでね簡易的なプラスチックですんでね、もうすぐねぶっ壊れそうだなっていう感じなんですけどね、まあそこまで期待しなくていいんじゃないかなって思います。ここにラベルが貼ってあるんですけどね、ちょっと面白い機能が搭載されているんですよね。こちらがペン先となるわけなんですけどね、もう普通のシャープペンシルとは違いますよね。こんな感じでくぼみができて
ている歪な形となっているんですけどもね、まあ、これがね今回紹介するノック方法でありますね。こちらがペン先となっています。なんか製図用みたいにねカクッとなっている、なんかロットリング600とかね500みたいなねちょっと変わったペン先となっていて、先端は金属製になっています。外見をねさっと紹介したわけなんですけども、こちらのシャーペンのノック方法なんですけどね、普通のシャープペンシルって上部にこんな感じでノックボタンがついてるんですけども、こちらのトプル S はついていないんですよね。こんな感じでやってもね芯が出ないんですよね。なんとこちらのシャーペンこんな感じでノックするんですよ。わかります？先端で2本指で押し出してノックしてるんですよ。例えば人差し指と中指で2本で押さえて引くようにノックするんですけども、これで芯が出るんですよね。まあ、他にもね中指と薬指でこんな感じで引くと芯が出るっていうね、なんとトッププル機構というものが搭載されているんですよね。まあ、簡単に言うと先端ノック式という機構が搭載されているんですよね。まあ、こんな感じでねペンを持っていて、いちいち移動させて後ろでノックするっていうのがねめんどくさいというのがあるので、その手間を省くために2本指で引くようにノックして芯を出すっていうね、ちょっと面白い機能が搭載されているんですよね。まあ、こういうね先端ノック式っていうのは昔のシャーペンにもありまして、中身の機能は違うんですけども、三菱UNIのハイユニっていうシャーペンシルがあったんですけども、そのシャーペンにも先端ノック FF マチックっていうのが搭載されていたので、まあ廃盤のシャーペン詳しい方にとってはねちょっとそれを思い浮かべるんじゃないかなって思いますね。まあ、それと同様に指先ノックって言えばいいのかな、ここで2本指で押さえて引くようにノックすると芯が出るっていうね、先端ノック式トッププル機構っていうのが搭載されているのがこのシャーペンの一番の特徴となります。まあ、なんですけども正直に言ってしまうとちょっと使いづらいなっていうのはあるんですよね。まあ、こんな感じであんまり持ち替えずに2本指で引いてノックできるっていうのは素晴らしい点だと思うんですけども、力を加えないとこんな感じでノックできないので、ちょっと指先への負担って言いますか、それがちょっととあるんじゃないかなと思うので、もうちょっと軽い力でノックできたら利便性が上がるんじゃないかなと感じました。ちょっとこのノック感ね硬いんですよね。2本指でノックするっていうのを考えると負担がかかるような感じで、強めのノック感といった感じなんで、そこはちょっと利便性が欠けるんじゃないかなと思いました。ちょっと分解してみましょうか。分解するときはここの口金をババスと取り出すことができます。はい、こんな感じですね。値段が値段なのでね、こんな感じでチープな作りとなっているんですけども、まあ、内部機構に関しては普通のシャーペンと同じなんですよね。ここにねスプリングが入っていて、普通にノックすると芯が出るよっていう感じですね。でここの部分を押し上げると口金が外すことができます。でこちらがペン先となっていて、ここも分解可能となっています。チャックは金属製ですね。そこはしっかりしてるんじゃないかなと思いました。はい、というわけでこちらのサンスター文具のトプル S なんですけども、機構に関しては結構単純なんですよね。ちょっとこれをお出ししたいんですけども、はい、こちらパイロットのコクーンなんですけども、コクーンは普通のシャーペンと同じようにこんな感じでノックするシャーペンなんですけども、このシャーペン普通のノック式ではなくてキャップノック式というね機構なんですよね。普通にノックするっていうのは同じなんですけども、軸の上部の部分が全部ノック部分となっているんですよ。なのでいちいち一番後ろでノックしなくてもこんな感じでノックすれば芯が出るんですよね。まあ、これをキャップノック式と言うんですけども、こういうキャップノック式のシャープペンシルで同じようなことをしたことある方はいるんじゃないかなと思うんですけどね、こんな感じでねノックしたことある方はいるんじゃないかなって思いますね。まあ、それと同じなんですよ。それと同じ考えで指先でノックすればいい感じにできるんじゃねっていう考えでキャップノック式とね同じ仕組みとなっています。なので仕組みは結構単純ですね。この先端の部分をね押さえてノックすれば普通のノック式と変わりないんですよね。では実際に書いていこうと思います。というわけで書いてみました。書いてみての感想なんですけども、可もなく不可もなくといった感じですね。特別書きやすいというわけでもないし、書きにくいというわけでもない、
普通といった書き心地ですね。ペン先に関してはしっかり固定されているのでぐらつきというのはないんですけども、やっぱり気候の都合上ね、振るとこんな感じでカタカタになるので安定感というのも特別ないと思いますね。特別書きやすいってわけでもないし、まあ、特にめちゃくちゃ書きにくいっていうわけでもないので、書き心地に関しては普通といった感じですね。あとまあこの先端ノックに関してもね、ちょっと力を加えないとねできないっていうのがあるので、ちょっと疲労感って言いますかね、負担がかかるシャープペンシルだなと思ったんで、じゃあもうちょっとね考えるべきだったんじゃないかなって思いますね。まあ、考え方は結構面白いシャープペンだと思うんですけども、ちょっと万人受けしなさそうなね、ちょっといまいちなシャープペンシルなんじゃないかなって思いました。はい、というわけで以上となります。今回はサンスター文具のトップル S というシャープペンシルの方をご紹介しました。まあ、結論から言いますと、考え方は非常に良かったんですけども、ちょっと万人受けしなさそうなシャープペンシルだったんじゃないかなと思いますね。ちょっと影が薄くなりそうなシャープペンシルだなと思ったんで、もうちょっと頑張ってほしいなって思いましたね。まあ、ちょっとねいろんなね改善点もあるんじゃないかなと思ったんで、今後にも期待ですかね。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ペロペロ。